元中日ドラゴンズの福留孝介さんが竹内投手が支配下に戻る可能性があるという話をしておりまして話題になっています。竹内投手はまだ1軍での登板がプロ入りから一度もない選手ではあるんですけれども、チーム内での評価がとても高い投手です。福留さんであったり首脳陣の評価、そして竹内投手の2軍での成績などを見ていきましょう。竹内投手について詳しく解説していきます。180センチ85キロの右の、現在は2軍で中継ぎとして登板することが多い投手です。札幌創成高校から初めてプロ入りした選手で、2019年のドラフト6位です。2020年の夏場に右肘の疲労骨折などもありまして、オフにすぐに育成登録ということになってしまいました。高校2年生の秋に15キロ体重を増やして、球速も14キロアップと、ここで一気にプロからも注目されるようになったということでございます。まだ21歳と若い選手ですから、この高2の秋から一気に球速が上がったというところも考えますと、これからの伸びしろっていうところも十分ある、期待ができる選手なんだと思います。球種としてはストレートの他にスライダー、チェンジアップ、ツーシーム、フォーク、カーブと多彩な変化球を投げ分けます。では竹内投手の福留さんの評価見ていきましょう。福留さんの竹内投手への評価です。ラジオにて福留さんは竹内投手をとても高く評価していました。30球のうち20球は狙ったところに投げられる制球力がある、本当にコントロールがいいピッチャーだというふうに語っています。2軍では3ボールになっても慌てることなく投げることができていると、竹内投手の特にこのコントロールという部分を高く評価しています。例えば石川翔投手であったり福島投手であったり、ファームでは球は速い、威力はあるけれどもコントロールがいまいちなんだよなっていうピッチャーが結構多いんで、あとは左の橋本投手なんかもそうですよね。そういったピッチャーっていうのはなかなか球はいいんだけれども実戦で投げてみるとコントロールが良くない、ストライクが入らないとか、一軍でも通用しないと、そういったことになりがちなんですけれども、竹内投手はその部分はしっかりクリアできているということですね。福留さんもキャンプやオープン戦、怪我なくできれば試合下の可能性もというふうに語っています。では竹内投手の制球力がどれぐらいいいのか、成績から見てみましょう。竹内投手のプロ入り後の成績を見ていきます。入団後は右肘の怪我もありまして、2020年、2021年と登板がありませんでした。2022年は2軍でやっと登板できるようになっています。15試合の登板で15イニング、すべて中継ぎでの登板です。防御率が 3.00、10奪三振、フォアボールが4つという数値でございます。予四球率というところを見てみましても、15イニングでフォアボール4つなので合格ラインですし、やっぱりコントロールの良さっていうところがしっかり見えているかなと。登板の実戦経験というところでは1年目ということになるわけなんですけれども、それでコントロールがしっかりまとまっている、防御率も比較的いいというところで、素晴らしい1年目、実質1年目ということになったのではないでしょうか。高校の公式戦でも予四球率は1点台前半という成績を残しておりまして、やっぱり学生の頃から制球力は抜群のピッチャーです。竹内投手のコントロールを示すもう一つの指標についても見ていきましょう。竹内投手のコントロールの良さというところを見る指標として、落合コーチがよくキャンプとかでストライクテストというのをやっているんですけど、秋季キャンプで外角低め選手権大会決勝というものが行われたという記事がありました。参加者は橋本投手、森投手、山本投手、石川翔投手、福島投手、そして竹内投手と、ルールとしては交互に10球ずつ投げて3セット、合計30球投げて外角低めの直球でストライクを取った数を競うと、そういった大会になっています。竹内投手は13球しっかりとストライクを外角低めで取って優勝ということになりました。このメンバー的にはコントロールがいいピッチャーというよりは、どちらかというと球威であったりスピードで勝負するピッチャーが多かったですね。なので竹内投手もコントロールは自分の一番の持ち味、この大会は余裕で優勝しないといけないと思っていたので優勝できてよかったですと、やっぱりコントロールが持ち味というところは竹内投手も自負しているということですね。落合ピッチングコーチも竹内投手を高く評価しております。落合コーチはこの秋季キャンプのコントロールの大会を終えた後、竹内投手に対してある程度やってくれると思っていた、まだまだ投げる体力の部分で課題はあるが存在感をしっかりと示してくれたということで、竹内投手自身もやっぱり球数が100球以上はかなり厳しくなってくるというふうに話していて、投げる体力をつけたいというところでそちらは課題になっているんですけれども、落合コーチもこのコントロールという部分は高く評価しています。
2月から始まるキャンプでも1軍スタートの可能性を示唆したんですね、この落合コーチが。まあ、ただ実際の振り分けではキャンプは竹内投手は2軍スタートということになりました。まあ、ただ両軍ともに沖縄でキャンプが行われますから、アピール次第では入れ替えっていうところも十分考えられる。まあ、竹内投手の評価っていうのは首脳陣とても高いようです。では竹内投手の制球力以外のもう一つの武器についても見ていきましょう。竹内投手の制球力以外の武器というところで、元阪神タイガースの赤星さんがサンドラで竹内投手にコメントしていました。チェンジアップがすごくいいというコメントをしているんですね。角度があるのでまっすぐを磨いてチェンジアップを活かせればいいピッチャーに成長していきそうといったコメントがありました。竹内投手のチェンジアップっていうのはブレーキが効く、タイミングが外せるというだけでなく、高いところから落差もあるチェンジアップを武器としているんですね。タイミングを外すとかゴロを打たせるとか、まあ、そういっただけではなく空振りも狙える変化球というところがこの竹内投手のチェンジアップの強みですね。では片岡二軍監督も竹内投手とても高く評価しているということで見ていきましょう。片岡二軍監督はご自身の YouTube チャンネルで2022年の8月下旬頃に竹内投手について語る動画をアップしています。育成選手ですけども、ピッチングの内容はとてもいい、一球一球のボールが線となってつながっていて意味のあるボールを投げられていると。つまり一球一球を投げることに精一杯、一生懸命一球一球を投げるだけということではなく、一球一球が戦略的に投げられている。前にこのボールを投げたから次にそのボール、2球こういうふうに投げたから次はこのボールということで、戦略的にバッターを料理できているということですね。これはやっぱり竹内投手のコントロールの良さっていうところが余裕につながっていて、こうした戦略的なピッチングができるということなのでしょう。片岡二軍監督は球速は140キロちょっとですが、手元で速く、バッターもタイミングが取りづらいというふうにも語っています。竹内投手はしっかりと実践の中で自分の持ち味を活かせているということになります。ではチームメイトも竹内投手をえぐいと語ると、こちらも見てみましょう。中日ドラゴンズで活躍した吉見投手の YouTube チャンネルでも竹内投手がえぐいというところが話題に上がったことがありました。中日ドラゴンズの現役のチームメイトであったり吉見さんがそういった評価をしています。あとは対談した藤井さんもラジオで、竹内を見たピッチャー陣はみんなめちゃくちゃいい球を投げると言っていると、そしてキャッチボールで投げる球も素晴らしかったというふうに竹内投手を評価しています。 OB もコーチもチームメイトも竹内投手は素晴らしいということ、育成選手ながらとても高く評価されているわけですね。竹内投手はコントロールが素晴らしく良くて、なおかつキレのあるストレートを投げられる、そして落差のある素晴らしいチェンジアップを投げられるというところで、かなり実戦で、まあ、即戦力として使えるピッチャーだと思いますので、まあ、今後は支配下一軍での活躍というところも期待していきたいなというふうに思います。以上です。